ブリナカダのフルチャンネルはい、ありがとうございますなんか声がいいなとすいませんよろしくお願いします、えー、今日はですね、ちょっとこのちょっとだけ雰囲気見えてるとは思うんですけども実はここは文京区シビックセンター文京区役所ですね、えー、区役所で現在働いているレスラーのもとにやってきましたご紹介します西村治選手ですどうもよろしくお願いします よろししくお願いします西村君のここが職場ということなんですけども文京区区議,区,区議会員を、はい、えと何年に合格したんだっけ選挙で通りましたのは20年、うん、2011年2011年に、はい、えと議員さんになったんです区,区議会議員さんになって議議、はい、今はここが西村君の席ですちゃんと1個の席もらってるんですね、はい、見てください なんとなんというかもう西島君っぽい感じなんですがそうそう整理整頓ができないいやいやいやでもしっかりミニカーとか置いてあったり、ね、<laughs> 区議会委員さんの席ですこちらははいであこれねそれはそのエビオス,プスーあのうちにもありますよだからうち <laughs> 大輔君が飲んでますこれ、はい、いやすごい調子いいですよ調子いいビール工房ですからねあそうですすねあとはすごいなんか まあなんかいろんな歯磨きだったり、いろんなものが置いてあります。醤油、醤油もやっぱ必要ですよね。議員さんにはやっぱりそれは必要だと思います。お醤油好きなんですよ。醤油好きなんです。変わってない。お弁当が頼むんですけど、すごいね薄味なの。あ、そうなんだ。それここは出前？出前というか議員さんはみんな出前でお昼食べるの？十二時にピタッと会議が終わって、一時もう零分から。 会議始まっちゃう。で外に行く時間がないんですよ。あ、そっか。だから出前に行かれない。出前のお弁当。出前のお弁当っていうのは、その区から指定されたところ、それとも家庭自分で。いや、ウーバーとかオッケー。ウーバーも儲けなんでしょうけど、一応。あのみんなまとめて頼む。あ、そか、そか。業者が三三社ぐらいなんですよ。そこの中から頼んで。with 醤油。わかりました。えっと、まずここで毎日いる。 あのねそのまあ年間のうち100日が会議があるんですね会議は会議室なんですけどもだからずっとここにいるわけじゃないんですよ。で私たちの仕事9時5時の仕事じゃないから現場にいろいろ行かなきゃいけない時もあるし勉強会も行ったり会議ただいろいろんて言うんでしょう文を作ったりいろんなを 原稿作ったりするのは常にもう常にだからいろんな食育のことだとかあ食育のことで当選というか食育を変えていきたいということで議員さんになったのがそれが一番の私の指針となる政策なんですけどもまあいいや政策あんまり面白くないからいいや面白いるとか多分みんなあんまり聞きたくないかあ聞りたいと思うんだけどえっと まずは西村選手の今の、はい、プロレスでの活躍方便はど,どの辺で今、やってるんですかね今、まあ、たまに全日本に出ましたまあ基本的にはその全日本の元若手だった河、うんうん、野選手とであとアンディ・ユーというのが立ち上げました小さいプロ,ダクあのプロモーションなんですけどね、うん、あのバモスターという団体をそれはもう定期的に。 新木場だったり新宿フェイスだったりそれだから月1回がそれと、うんまあ、あとなんかいろいろたまにそのノアに呼ばれたりフリーとしていろんなところに観戦しているっていう感じで,で、ねえーね、大体ね西村選手とはあの西村会っていう西村君の作っている会があって。 そこはもうレスラーの人だったりプロレス関係者の方が集まったりとかする会なんだけどそこに月1でいつもお会いはしているし、えっと、仕事で年に23回は一緒に仕事を必ずしているので,で、ね、ずっとあの長い期間実は知り合ったのが、ね、アメリカニューヨークで、はい、95年 1>, 年1月、ね 1> えー、山崎樹さんという JB エンジェルスの私の先輩ですね 2>,、うん、2年先輩の。 家がニューヨークにあってそこに私がニューヨーク WWF の遠征で行くっていうことが決まって山崎先生のあ選手の先輩の家にいたら西間君が、えー、巡業から帰ってきたみたいな感じで巡業ではなくてですね試合があのー、まああんまりにも試合がなくて、まあ、フロリダからニューヨークに引っ越したんですよね海外巡業に行ってたんで一人で1人で。海外修行 それは新日本プロレス時代そうです新日本プロレス時代に海外に行っててそこで知り合ったで土日はニューヨーク近辺でフィラデルフィアとかニュージャージーたりで試合が毎週あるんですよね確か多分中野さんとお会いした時はその試合の帰りに車で帰ってきて永井さんの車を地下に止めてそんでそのまま7階に上がった時 にに長野さんがいいらっしゃったんですよ。家で,家でわっと思って。わっと思って。<laughs> <laughs> それが初めて会った時で、ね、そこからのじゃあ1995年からの付き合い。ね、あ結構もう長い、ね。だ26年。26年。その間その時はえっとニューヨークで私と西村選手そしてその後に後から新崎仁選手が混ざって三人で、ね、まあ生活生活と一緒には住んでないですけども、ね、あの練習したり。 することになるんですが、そこからの付き合いでね、ずっ長いんですよ。長い。で、その時は新日本プロレスで、新日本プロレスに入ってあれ何年目だったんですか。ええ、五年。五年目。五年目。あ、五年目で結構修行出されるんだ。あの一年目とか二年目とかで出されるんじゃなくて、五年経ってっ新日本の中ではそれ普通。まあ普通ですよね。一年ぐらい経ってそのデビュー。デビューして、でそれであの若手がまあ二年三年四年。 5年ぐらいで、あのー、まあまあその成績残して、うん、上の順から海外に出されますよね、うん、あそうなんだあいい順から出されていく昔はねそのヤングライオン杯っていう、うん、あの若手のトーナメントがありまして、うん、でそれで優勝者は、うん、あのご褒美として行、うん、かせてくれるんだ、えー、それはみんなはそのヤングライオンに出た人たちっていうのは<え>行きたいと思って勝,っ勝つ優勝しようと思ってるのかなみんなそれともあまり海外は行きたくない感じ 二つに分かれますよね。<ー>あの会う人会わない人。ねしマくは。は私はもう。大好き。それはもう小学生のとこ,こ,ろころから。<laughs> それが夢でしたみたいな。<laughs> <laughs> まあそれ決まった時はだいたいそのアメリカが、うん、あのヨーロッパか、うん、メキシコに行くんですけども。うん、自分で決めれるのそれは。うん。う 現場の、まあ、長州さんの判断ですよね。あ、そうなんだ。あ、全部長州さんが。すべて長州。あ、監督さん。現場監督。監、督だったんだ。ええ。で、えっと、よ、アメリカ。ね、アメリカっていうのは、その、もう、あの。昔はいろんな、その、各州にテリトリーがあったんですけど。それは w. W. 当時の w. w. f. が、全米を、その、買収しちゃって。全部を。全部潰れちゃったんですよ。フロリダも。団体が。だから、その、アメリカに行くイコール。 WWF に行くか WCW、うん、に行くかしかルートがないんですけど、うん、でも私の場合はその、うん、まあそこには入れませんからどっちにも入らずに行ったんだ、あのー、もう体作りとにかく太れなかったですからその当時っていうのは何キロぐらいあったんだろう、ね キロぐらい、九十キロなかったのかな。一緒にいた頃に撮った写真があるんだけど、その時私の方が大きい感じだよ。全然大きいですよ、それはだって。だって百、百十五。で、九十。だ、九十。百なかったんだ。一番最初だ、九十三年に、あのアメリカに送ってもらった時は。だ、八十六キロぐらいだったんですかね。でも、それでも、やっぱりアメリカいたら、どんどん大きくはなっていって、太っていった。ええ、九十五キロになって。あ、すごい。なかなか、まあ、百。 いけないいけない百の大台ってあるじゃないですか。うんうん、かなかなか百っていけないんですよね。うんうん、でそのぐらいの時はちょうどニューヨーク九十五年。で西村君が実際にプロレス入った時っていうのは何キロぐらい。七十三。もうガリガリ,ガリ。ガリガリでまあ身長があるからあの細くは見えるけども、ね、一般の人で七十だ七十三は普通ぐらい。一般の人の痩せてる、ね。痩せてる番。あそうだっただ。でしかも。 90年代ってまだまだやっぱり男子で平均体重105から115ぐらいああの日本外人選手なんかも百4 0 5 0のくるわけですねそれでも今はもう時代があれから20年30年かわって平均体重90キロ台ですからね、うんうん、すごい早い動きになりましたけど。 西村君が入った時っていうのはダメダメもう80いくつじゃ八80メえっとオーディションで受かったのはい中日本プロレスのオーディションで同期はえっとね天山と金本と金本君も同期だったんだ同期というか2か月遅れなんですどっちが金本があそうなんだ本当の同うなんですあってうなん原っそうなんで原あっそ原なんですあっそうなんっそうなっん 同じその90年組となるともその4人なんですね。で95年になって小島が入ってきて、うん、あ一つ下なんだ。え,ー、えじゃあ,あの年は一個上なんですけどえっとあれはあのなんだっけ、永田とか田もうその全然後、あもっと後なんだ。なんか長田君と小島君なんかだからなん,んだろうちょっと同期っぽいイメージがあった。違かったんだん。でもあのもう本当に5年6年7年ぐらいを全部まとめて。うんうん

新日本プロレスで、あの闘魂クラブっていうアマチュアレスリングを。選手を育成する、あの授業がありまして。石澤さん、石澤さん。あ、剣道家臣。があ、剣道家臣、そうか、そうか、あ、大丈夫かな。大丈夫、大丈夫ですよ、九十。それで、えっと、石澤さんって、猪木さんの付き人さんをずっとやられてた。いや、先にその闘魂クラブっていうところに、長谷さんが引っ張ってきてありました。で、あの、一応オリンピック、目指すためにですね。 で練習なんかはみんなでして、うん、でアマチュアのトレーニングはまたあの彼は独自に早稲田にも行って学生たちと、うんえー、練習やりながらオリンピックを目指してでオリンピック予選で負けてしまってそれでもう完全にプロに入りましたでプロに入って猪木さんの付き人と,人ともトレーニングパーティーあその当時に多分あのお会いしてるんで<ー>そのイメージしかなかったんだけど、えー、ああそうだったの結構すごい,いの 年代代第三世代すごい、ね、私大原、うん、天山が入って金本が入って、うん、石澤が入って、うん、その後にあのに大谷高岩が入ってあでまた闘魂クラブの第2号生で中西が入って、うん、そ,それからやっと <laughs> 中<君>永田なんですよ。うん、あそうなんだえ永田が入って中西君もアメリカで会ってたね一緒だったよね。 そうです中西もあの結構早い段階で WCW、うん、w の方うそうだそうだ WCW、あのー、w で一緒にディズニーとかいった、うん、黒沢へ、うん、えー、そんなのがあって、まあ、あの寮に入った時っていうのは<え>、えっと、もう新日本プロレスさん本当に厳しいっていうのは多分みんなが知ってると思うんだけどもやっぱり練習も厳しいし私生活の、まあ、仕事っていうか雑用だったりもすごい厳しい。 まあやっぱり練習厳しいですよねスクワット腕立て、うん、あとはもうあの関節技を取るやっぱりスパーリングでぐっちゃぐちゃにやられて、うん、それでもう、ねそのまあ、細いからひょ、ねうん、こひょこスクワットの回数だとか、うん、あの腕立ての回数なんては、うん、まあ意外とできたんですけども、うんうん、やっぱりね70数キロで。うんうん まあとにかくあのスパーリングではぐちゃぐちゃにやられてでもやっぱその時に教えてくれる先輩たちっていうのは、ね、えっと誰になるんだろうライガーさんとかライガーさんだったり長谷、うんまあ、さん佐々木さんだったり橋本さんもいらっしゃったりだただコーチ役としては一番最初はブラックキャットさんがやってたんですだコーチじゃなくても、ね、一緒に時間帯にいらっしゃる方々いっぱいいますから。うんうん 武藤さんとかもうムトさんも来たしああ、長野さんとかも、ね、長野さんはあのー、当時は、うん、あくまで当時はですよ。うん